最高作に楽しんでいきましょう。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですが2曲目聴いてください。リアナで Where Have You Been。I'm gonna get a save me. Make me feel my
ました。リアナでベアハウピンをお届けしました。はい、改めまして、まあ、今回オトプレ、はい、ということで、はい、なんかタイトルがありましたね。夢の夢の復活祭、そういうことです、ね、夢の復活祭、はい、まあ、実際今回、はい、合計10バンドですよね、出るんですけども、そのうちの6バンドがなんか OB バンド、4バンドが現役バンドですから、ね、はい、はい、ということで、まあ、実際ね、僕たちからしても、なんていうんですか、レジェンドというのもいいんですかね、すごいバンドさんばっかりですよね、めちゃくちゃ豪華なバンドが、新年早々見れるということでね、ぜひぜひこの後も楽しみにしていっていただきたいんですけども、次のバンドのことをちょっと簡単に紹介してもらってもいいですか。そうです、はい、次のバンドさんですね、スパーブです、はい、スパーブさんですね、知ってますかね、皆さんスパーブさんですね、だからどういう特徴があるんですかね。そうですね、スパーブさんはですね、まあ結構おしゃれな洋楽というか、あ、間違えた、邦楽ですね、すみませんおしゃれな邦楽を歌ってるバンドですね、はい、シティポップですかね、なんかそういうちょっとそういうドリルがいいね、かっこいい、はい、僕めっちゃ個人的に好きなんですけど、ちょっと話変わるんですけど、皆さんテラスハウスご存知ありますかね。テラスハウス見たことあるよって人いますかね。あ、結構多いですね。ありがとうございます。その中でも軽井沢編見たことあるよって人いますか。あ、いますね、いますね。見たことある人ならわかると思うんですけど、入居者の中に上村翔平さんという方がいらっしゃるんですけど、この方ミュージシャンでですね、まあプロのバンドさんやってるんですけど、その3の曲の3バンドっていうバンドさん、ね、3というバンドのアンブレラっていう曲があるんですけど、それめっちゃ好きなんですよ。そのテラ派でその人が歌ってて、あ、めっちゃいい曲やんってなって、もう個人的にめっちゃ好きだったんですけど、なんとその曲をですねアカペラでカバーしてくれてて、そうね、なんかツイッターとかでね見た時、うわめちゃくちゃかっこいいって、結構前からだからね、そうなんですよ、めっちゃ聴いてるんですよ僕なんで、すごいです。だから僕たちとはねちょっと全然違う曲なんですけども、非常にこのレベルね楽しんでいただけるような、はい、そんな演奏ねしていただけるということで、そうです、ぜひ楽しみにしてください、はい、この後これからも楽しんでいっていきたいと思います。そしてまあ次で僕たち最後の曲になるんですけども、最後の曲は最高に最高に楽しめる曲持ってきました。ありがとうございます。皆さん楽しみにできてますか。最高です。それでは最後の曲聴いてください。オフタウンファン。Come on, dance, jump, go in, and sexy, then go.
ありがとうございました。ズークでした。